得意であるです。よろしくお願いします。じゃあまずは自己紹介させていただきます。じゃあ私からいきましょう。はい、ということで、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。 3年も続くってすごいよね。この戦国時代、戦国アイドル戦国時代、パカラパカラっつってこんなことやってるから MC 押すんですよ。はい、ありがとうございます。はい、そんなわけでね、私たちもね、3周年、4周年、5周年迎えられるように頑張っていきましょうということです。イエイ、押し売りがすごいよね、うちの MC ね。はい、そんなわけでね、道具食いである告知がありまして、この告知はするあ、では言わせていただきます。そうです、なんと6月8日、9日、8日と9日に名古屋で行われる東海地方最大のアイドルイベント、ミストフェスに私たち出演させていただきます。やったー、はい、せーの、やったね。そんなわけなんでね、あの遠征、そっか、ティーミキ遠征初めてか。初めてです。なんでじゃあ、キャスティンがちょっとおらんないけど、新体制では初めての遠征ということなんで、道具食いである、ちょっと知ってるわとか、面白いわ、この子好きやわ、可愛いわとかあったら来てください。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあそれじゃあもう続けて2曲いきましょうか。あ、はい、ちょ、自分の生誕の告知もさせて。そう、6月16日ナンバーゲートさんにて、僕がさくら20歳の生誕祭があります。イエー、もぜひぜひ遊びに来てくれたらなと思います。20歳なんでね、節目ですよ。はい、お願いします。はい、じゃあ、2曲続けていきましょうか。はい、いこう、聴いてください、名曲アップソング。